皆さんこんにちは。私たちニアリーです。よろしくお願いします。今日はドイツの森に来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はナギと愛がお休みなんですけど、二人で頑張っていくのでよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは2曲続けて聴いてください。消えてしまうでしょ。そんなものに僕らは流されてく、生きてく。最終兵器は心の、
い、今日私たちがいろいろなお店の、はい、お店屋さんをするんですけど、はい、前、今焼き鳥とかフライドポテトとジュースとかいろいろあるんですけど、焼き鳥が私たち大好きなんですよ、はい、そうなんですよ、いつも一緒に食べてます。はい、肉が好きなんかな焼き鳥が好きなんです。けど焼き鳥も肉やけ、まあ、鶏肉が好きということで肉ですね。はい、皆さんもぜひ食べていってください。お願いします。はい、あと運動会があるんですけど、はい、縄跳びするんですけど。そうなんですよ、今日私階段登ってたら、あ、膝が痛いと思って、そう、ちょっと膝が痛くて飛びづらいみたいで。はい、でももさんは、はい、昨日ちょっと広島に遠征に行ったんですけど、その時にちょっとはしゃぎすぎてみんなで走ってたら、なんか穴があってここに落ちてしまって、こけちゃってここも怪我しててちょっと痛いんですよ。はい、はい、大丈夫ですか。はい、笑いましたね、あれは。そうなんですよ、すっごい欲で笑うんですよいや、もう突然消えるんですよ面白くないですかそう、まあなのでちょっと大変なんですけど頑張るので応援お願いします。はい、あと縄跳びの色なんですけど、私が青持ってきて、ピンク持ってきたんですよ。意識が高いと思いませんか。おお、だから私たちが跳ぶときに、はい、あ、メンバーカラーだと思いながら見ててください。注目してみてください。お願いします。はい、それ引っかかったらやばいよなそう、ちょっと引っかかりやすいかな。はい、ということで最後の句聞いてください。七色
屋さんごっこに参加させていただきます。ぜひ皆さん最後まで楽しんでいってください。はい、あと来週は、はい、そうなんです、来週の土曜日の17日はハグプロのハロウィンイベントがあります。はい、特殊メイクとかこの辺いろいろしたりするので、と思うので皆さんぜひ行ってみてください、はい、楽しみにしててください。はい、それでは以上ディアリーでした。ありがとう。